か商店街の福引きで旅行券が当たるなんて思わなかったな。でもあの店員さん、なんか見たことがあるような。あ、イルカさん、これから2週間お世話になります。気持ちいい。あ、おばあちゃんのお土産何にしようかな。こういうのどうですか。見られてると恥ずかしいよ。ももちゃん、初めてのことばかりだったけど、私ね、本当に楽しかったんだよ。また一緒に旅行しようね。大好き。ちゅっ。オーナーさん、ありがとう。遊ぶのも楽しいな。私にもできるかな。たまには体を動かさないと。よし。
Honoka 体操第一なんてね。見てないよね。Yeah.
Just like that.